はい、そしたら今から入りたいと思います。今日は20ピップス勝つか20ピップス負けるかですね。じゃあ売りで入りたいと思います。ピッ、はい、入りました。ここですね、今ここです。僕の読みでは 1.14000 までいくと思うんですよね。 1.14000 をもうちょっと過ぎたところにゴール地点入れてます。損切りは 1.4378 ですね。20ピップス後ろに置いてます。これは下がるんじゃないかなと僕は思ってるんですよね。今はマイナスです。今はマイナス 1.1 ピップですね。はい、FX です。さっきちょっとインターネットチャートを開けてみたら約定されてました。うまい具合に行きました。なのでちょっと自分の記録のためにも動画残しておきたいと思います。約定履歴ですね。約定履歴、これですね、これですね、225円20ピップスです。ユーロドルのね、20ピップスですね。でポジション持ったのが、朝の9時48分です。で決済されたのが16時34分ですね。16時34分。僕この時ね、仕事してたんですよね。なので全然チャート見れてないんですけど、やっぱりねこうやって自動で決済されるとすごくありがたいですよね。これが僕のトレード手法ですよね。もうエントリーの時に撤退地点とゴール地点を決めておいて、あとは自動的に決済されるようにね、負けるにしても勝つにしてもあとは自動的にね決済されるようにするのが僕のやり方ですね。225円です。そしたらちょっとチャート開いてみましょうかね。これが15分足ですね。15分足、これ今です。ほんの10分前にね決済されたんですよね。決済のなんかメールオンというかね、メールオンされたのでちょっと今開いてみたんです。その間ちょっと仕事してたんでね、ずっと見てるわけにいかないので、逆に見てても何もならないんでね。今これが今のチャートですね。15分足で、これが30分足で、これが、60分足、1時間足ですね。でこれが2時間足で、これが 4時間足ですね。でこれが日足ですね。でこれ以上下に、僕今ショートでエントリーしたんですけど、まあこれ以上下に行くんじゃないのって思われがちですが、僕はやめときたいと思います。なぜか
この1時間足ではね、ちょうどこの平均線、EMA とね、なんか重なりそうなので、どっちに動くか見極めてからにしたいと思いますね。わからないときはもうエントリーしないのが一番いいですよね。そうでなくてもこう日足で見るとこう上げトレンドなんでね、いつ大きな流れに巻き込まれるかわからないので、とりあえず今はショートやるのをやめようと思います。もうちょっと分かりやすいのでやるために、これ僕です、はい、今ここです。分かりやすいのがね、このこれで見ると分かり、あの15分足で見るとね、すごい分かりやすいです。僕がなぜここで入ったのかなんですが、ここにねちょっとね、なんか僕の顔の方が映ってます、ここにねちょっとトレンドライン引くんですよ。こうね、こうトレンドライン引いて、あのこことここがねやっぱ目立ってたんですよね。でちょうど引いて、引いた延長線上ここですよね。ここの時に、ああここのトレンドライン割ったなーって思って、その時に MACD、 僕結構 MACD が好きで、これ MACD ですよね。このトレンドラインが割って、でさらに MACD も下に行ったのを見計らって、ここでこの MACD が下に行ったのを確認して、ここでエントリーですよ。ここでエントリーですよね。ここでエントリー、これがだいたい9時45分48分か、僕何時に入ったんでしたっけ。あ、ほらほら、これが9時48分ですよ。朝の9時48分ここです。このトレンドラインを引いて、でこれが割って、でさらに MACD も下に向いてます。なのでしばらく下げが続くんじゃないかと。でどこまで下げるかと言ったら、直近の最安値ですよ、ここですよ。ここトレンドラインを引いた、ここまで下がるんじゃないかなと思って、ここをゴール地点にしてますね。ここをゴール地点にしてます。で、損切りポイントはこの直近の最高値ですよね。ここを直近の最高値にしてますよね。でね、あのこのトレンドライン引いた時に、ちょうどこことここほとんど一緒のところで止められてるんですよね。一緒のところで止められてるし、でさらに止められながらもこう下に割って、トレンドラインを下に割ってきて、で MACD が下向くと同時にEMA もちょっとねクロスしかかってたんですよね。なので僕は入りました。うまくいきました、ポジション保持期間は、ポジション保持期間が9時48分から16時34分なので、だいたい7時間、だいたい6時間から7時間ですよね。で朝の9時で入って夕方の4時なんて、これまだバリバリ仕事の時間ですからね。僕そんなに暇じゃないんで、で僕専業トレーダーじゃないんでね、やっぱり僕のやり方はこういう風に徹していこうと思いますね。エントリーと同時に決済と、損切りを設定して、あとは手放しですよ。でどっちかが鳴った時にメールでね教えてもらえるようにして、あとは手放しですよね。
うまくいきました。我ながらいいトレードだったと思います。6時間7時間で20ピップスなので、僕としてはね、もうちょっとすっとんと言ってくれると思ったんですよね。もうちょっとすっとんと言ってくれると思ったんですけど、この辺で簡単な押しが入りましたよね。この辺でまあちょっとした押しが入ったんですけど、まあまあね、読み通り行きましたね。まあ毎回うまくいくとは限らないので、しっかり損切りも入れておくっていうのが大事ですよね。負けたとしてもこの値段っていうのがね。で、僕はまだまだ初心者で安定して勝ててないのでね、そんな大きいお金ではかけれないので、20ピップス取ったとしても225円でした。ユーロドルなんでね。ユーロドルなんでね。なのでこれ1000通貨でこれなんで、例えば1万通貨でやったら2250円ですよね。まあまあ悪くないですよね、手放しでこれやったらね。なので1000通貨で225円で、元金もね5000円あったらできますよ、1000通貨だったらね。なのでぜひ、これはもうぜひとか言っちゃいましたけど、これは決してね FX をやってくださいと言ってるわけではないんですよね。まあこんなものだということの参考ですよね。あとはこうやって YouTube に出しておきながら、一番の目的は自分自身の勝ちパターンを自分自身に植え付けるためですよね。やっぱり FX やってたらなかなか勝てない時、連敗する時もあるんで、そういう時にね自分自身に自信をつけようと思って、こういう動画残しておこうかなと思います。そしたらまた面白い動画作ります。